開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と平井和孝です。先週2007年夏の甲子園大会で優勝した県立佐賀北高校のお話を始めたのですが、今日はちょっとそのお話はお休みにしてこの話をさせてください。2008年、ちょうど10年前の10月1日にこの番組日田和の心の授業が始まったんです。確かちょうど1年前の放送でついに10年目に突入しますとお伝えしたんですが、早いもので本日ついに10周年を迎えました。いやー、本当に10年やってきたんですね。その間一度も休んでませんからね。目の前にディレクターの松林さんが座ってるんですが、この10年ずっと松林さんと一緒にやってきましたもんね。ですよね。はい、回数で言うと本日の放送が523回目の放送ですよ。毎回毎回こうやって録音していただいて、松林さんが時間を計ってくれて本当よくやってきましたよね。やってきましたね、本当に。はい、はい、ちょっとせっかくですから松林ディレクターにこの10年の感想を聞いてみましょう。松林さん、この10年どうでした？始めた頃こんなに長く続くと思ってました？まさかまさかこんなに長く続くとは正直思っていませんでしたけど、 あっという間の10年間でしたよね。はい、この番組のおかげでいろんな方と出会い、うん、いろんな経験ができて、うん、それがまたこの番組でお話しすることができました。はい、石の上にも3年、うん、FM 長野も10年、はい、ということですね。そういうことですね。いや、まさにちょうど今毎週お話ししている本のソムリエ団長さんの奇跡はある日突然遠くからやってくるものではなく、日々目の前のことをコツコツとやり続けてきた人のところにやってくるってことですよね。そうです。だって私の人生の中で10年間ラジオ番組をやれるなんて奇跡以外の何もんでもないですから。そうです。はい、松林さん、もうこの後打ち上げ行きましょう。お祝いしましょう。行きましょう。ということで私たち10周年のお祝いに行きますので、それではまた来週。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。